はい、どうも、ふなさんです。最近お肉屋さんとかスーパーとかでもそうですけど、むちゃくちゃお肉が高くないですか。もうちょっと前の感覚とは全く違う価格にね、なってるんですよね。で、もう売り場なんかを見てもですね、和牛なんていうものは本当に数パックしか置いてなかったりとか、で、もっと言うと国産が置いてない、もっともっと言ったら牛肉が全然置いてなかったりとか、もうほとんど豚肉と鶏肉とかね、そういったスーパーも少なくないんですよ。こんなお肉ね、牛肉こんなに高かったかなっていうね、状態なんですけども、なんでこんなに牛肉って高くなったんやと、僕らの中でね、言われてるのは業界でね、言い訳ですよ。言い訳はまずは頭数が不足してるっていうことと、であとは餌代が上がったっていうことと、で人手不足、この3つなんですよ。でもこんなもんね、もう嘘っぱちで、ね、論破できるんですよ。っていうのも、まずですよ、まず一つ目の頭数が少ないっていうのも、もうね、あの農林水産省がね出してるね統計を見たら一発なんですけれども、あの毎年ね、毎月毎月こう前の月に比べて、どのぐらいねお肉が消費されたかとか出荷されたかとかで、どのぐらい余ったかとかっていうのをね、こう例えば、前の月100頭で今月も100頭なら 100% なんですよ。はい。で、前の月が50頭で今月が100頭なら 200% になるんですよね。はい。という、指標があるんですけれども、その指標を見るとですね、去年の年末とか、もう言ったら2ヶ月前、3ヶ月前ですね、過去最高の和牛の価格をね、更新したんですけれども、もうありえない価格だったんですけれどもね、その時も結局データを見ると余ってたんですよ。牛が最終的に余ってる状態です。ということは頭数が足りないんじゃないです、頭数が溢れてました。ということで、まずこの理論ね、もう速攻でもう破綻してるんですよ。で、次ね、飼料代、餌代なんですけど、もう今ね、ほとんどね畜産の餌っていうのはもう海外から輸入してるんですね。もう穀物っていうのはで、海外からのね、輸入してるその金額っていうのが、これも、もうすぐに一発で出てくるんですけれども、それを調べたところですね、5年前より去年の方が価格は下がってます。で、じゃあ5年前の牛の価格と現在、去年の年末とかのね価格を比べてみるとですね、牛の価格は 30% ほど上がってました。はい。でも餌代は5年前に比べると1割 10% ほど下がってます。なので餌代が高いとかね、これも全くの嘘っぱちです。で、次にね、人手不足って言いますけれども、これが一番よく分かんないですよね。人手不足で価格が上がる、価格を上げないといけないっていうのもちょっとよく分からない理論で、人手不足やと人件費がカットされるんで利益が上がるね、たくさん入るんですよね。そりゃあね、体はね疲れるかもしれないですけどとか、あとはね、何か設備投資はしないといけないかもしれないですけどね。でも利益は入るじゃないですか。だからね、価格が上がる、高騰する理由にはならないですよね。むしろ利益が上がるっていうね、これが一番意味が分かんないんですけど。で、じゃあ全体的な頭数が人手不足によって下がったんなら去年足りないはずじゃないですか。でもずっと余ってましたからね、去年の年末だけじゃなくて11月も10月も9月も8月もずっと余ってましたから、理論は破綻してるということですね。はい。
まあ、ということで、まあ、相当ね、まあ、価格が上がってるんですけれども、まあ、考えられるのはね、まあ、その生産者側もはっきり言ってそんなにいい思いしてないと思います。で、まあ、我々も高い価格で牛は買ってます。じゃあこれね、生産者と僕らね、小売りの間にはあの市場と呼ばれるね、市場が存在するんですね。中央市場というのがね。でここに牛を集めて、でここで格付けされて、で格付けされた価格で出てくるんですよね。ということはね、要するにここがブラックボックスなわけですよ。ここでコチョコチョっといじられてるわけですよ。でこれってどこが管轄してるのかって言ったら、まあ、地域行政で、その親というと国ですよね、政府ですよね。だから、まあ、結局はですね、まあ、この利権と言われるような行政の、力によってですね、価格が確定すると。だからここの利益とここに対する、もうどっちももしかすると利益を吸い上げてるんじゃないのかというのが、まあ確信はできないんですけど、まあそうじゃないのかと。まあこういう情報はね、まあ全く表に出てくるはずがないのでなんですよ。あとはね、まあ考えられるのが、まあ我々の小売り側からね、あとお客さんですよね、僕らだけが知らない、あとは全員知ってるという状況もあります、例えば TPP がこれからね、まあ、始まろうとする。で、まあ、ここからね、まあ、ヨーロッパとはもう EPA とかもね始まってますし、段階的にいろんなものがこう海外から安く入るとなると、もちろん大打撃を食らうのは国産の生産者ですよね。まあ、だからこそ、まあ、今のうちにしっかりとね利益をね、確保して、で TPP が始まりますよなった瞬間にですね、まあ、ドローンおさらばするというような状況を作ってくれよという暗黙の了解があるのかもしれないです。まあ、これはね僕のあの妄想なので、もうはっきりねした情報じゃないので何とも言えないですけどね。まあというね、ことで、まあもう本当にね経済状況はね、まあ、決して良くないですよ。んでもうお客さんとかもね、もうそりゃもう肉ブーム肉ブームって言ってるけどね、あんなものはねもう東京とかね、もう大阪の一部とかね、まあ、そういうねもうねパリピがねいるようなね、もうちょっと普通の世間さんとはちょっと感覚の違う人らがちょっと集まってるところの地域で起こってるだけで、圧倒的ローカルは肉ブームなんていうものは起きてないです。むしろ肉から離れていってますからね、みんなもうね、地域別の消費量なんかも、もう軒並み大下落してます今っていうぐらい、その嫌いになったんじゃないですね、手が出せない食べ物になってしまったってことですよ。まあこれのね、まあお肉がねこう最近気軽に食べれないという理由は、その高騰ともう一つありますよね。まあそれはね、次回また話していこうかなと思ってます。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。バイバイ。